東からの風景を撮影されていました。そして午前0時過ぎの早朝はホームで夜食として提供された静岡ホテルの味わい、乗務員と会話をなどで国も比較したいと話していました。気象情報です。波浪注意報が予報です。関東地方は南部北部ともに晴れでしょう。